世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日も東京からお話をしています。今日の聖書の箇所はエレミア書の42章の19節、ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトに行ってはならないとおっしゃられた。私が、私が神学校に入った時に、私は福音派の神学校に入りました。福音派というのは聖書を神の言葉と信じているんですが、癒しとか奇跡とか予言とか賜物の働き、それも聖書に書いてあるんですが、これを認めない、そのようなグループでした。で、私もそのグループの中にいたんですね。ところが私がその神学校に入って半年ぐらい経った時に、私はですね、予言も癒しも奇跡もあるというそのカリスマのこの教えと恵みを受けたんですね。そして私はカリスマとなりました。しかしですね、その神学校は福音派の神学校でしたので、私は辛い立場になってしまったのですね。いろいろな方々から論争を挑まれ、批判され、また抽象もされていきました。そしてその時に私はこう思ったんですね。この神学校、私は卒業できるんだろうか。この神学校にいるべきではないんじゃないかと、こういうふうに思ったんですね。そして私はですね、アメリカに行こうと、こういうふうに考えました。そしてアメリカに行くために祈っている中で、100万円のお金も与えられたんですね。それで私はですね、それに力を得て最終的な神の確認を取ってアメリカに行くということを、もうすでに心の中で思ったんですね。そして祈って神様に聞きました。そうしたところ、主がアメリカ行きのことに関してエジプトには下ってはならないという言葉を通してストップされてきたんですね。で、私はそのストップの意味が分かりませんでした。この神学校に、はカリスマのことを教えてませんし、私が卒業できるかどうかも分かりません。しかし神様がその神学校にとどまるということを言われたので、しかし私は内心わからないことがあって、そして理解できませんでしたが、アメリカに行くことを止めたのです。しかしこれが非常に大きな私の人生の祝福となりました。後に私は予言の本とかカリスマ宣言のカリスマの本を書きましたけれども、その本が書くのに私は非常に良い環境の中にいました。それは福音派の方々がカリスマに対して持っている疑問とか、あるいは誤解とか、あるいは考えを私は嫌というほど浴びたのです。その結果、私の本はそういう方々に対する答えとして書かれるという形になりました。そしてそれは後になって、私がその予言とかカリスマ宣言の本を書くためにこれが許されたなということを私は知るようになったのですね。それとともに、私はカリスマなので卒業できないと思いましたら、主が最後まで守ってくださり、私が卒業できただけではなくて、卒業式にはなんと私が総代となったのです。私は驚きました。しかし神様がこのことを表してくださったなということをはっきりとしました。そしてその後に私は同窓会の会長になったのです。私はその神学校にいることによっていろいろな訓練を受け、また本を書く土台が据えられました。そしてその中で主の勝利を見たのです。まさに私はとどまるべきでした。またその中において豊かな恵みを見たのです。主に従うときに
豊かな祝福を見ます。どうもありがとうございました。